神奈川県の在日アメリカ陸軍キャンプ座間で基地の中を一般に開放するイベントが行われました。座間キャンプ体験デーは一般の人たちにアメリカ軍についてより深く知ってもらおうと企画されました。キャンプ座間ではこれまで盆踊りなど地元住民との交流行事はありましたが、施設の一部や訓練を公開するのは初めてだということです。基地の中ではアメリカ陸軍の装備車両が展示されたほか、アメリカ兵による格闘訓練や日本の陸上自衛隊によるラッペリングという懸垂効果の訓練など、迫力のある催しが行われていました。